この後ろのパネルにも作りましたが、笑顔咲く森の都を作るというキャッチフレーズにいたしました。で、私の決意はこの初めのところに書かせていただいたものです。私には守りたいものがある、私には応えたいものがある、私には育みたいものがある、この3つの柱で、書かせていただいたものです。改めて読ませていただきます。私には守りたいものがある。世界に広がる新型コロナウイルスの脅威、そして将来の見通しが立てづらい社会の中で生きづらさや不安を感じているあなたの命、健康、暮らしを守りたい。私には応えたいものがある。子どもたちの多様な学びや誰かのために役立ちたい、大好きな人を喜ばせたいと願うあなたの希望や夢、未来の舞台作りに応えたい。私には育みたいものがある。子育ての楽しさを実感できる町、未来社会を先取りした心躍る町、森の都に磨きをかけて世界から選ばれる町を育みたい、あなたと共に。中を開いていただきまして、新たな森の都ザ・グリーネストシティ仙台に向けた10の挑戦ということで、チャレンジ10。まずチャレンジ1は新型コロナウイルスの克服でございます。新型コロナの克服です。何よりも徹底的な新型コロナ対策を行わせていただきます。希望される方への着実円滑なワクチンの接種、そして変異株への脅威、高齢者施設、飲食店などの従業者向けの従事者向けの PCR 検査、これを継続をさせていただきます。また一般に感染の不安のある方々、この方々に検査機会を提供させていただきたいと考えております。合わせて飲食、サービス業、観光業、イベント産業など大きなダメージを受けた各種業界の皆様を支援する、このことは喫緊の課題というふうに捉えてチャレンジ1に掲げさせていただきました。そして中長期的な取り組みといたしまして、守りたいものチャレンジに子どもたちを守る、それから社会的孤立を防ぐチャレンジ4が子育てを応援する、応えたいもののうちチャレンジ5として可能性を開く、ここにはですね、これから先の仙台のシティセールスをアップさせていくということです。コロナ後の都市間競争に打ち勝つために可能性を開いていきたいと思っております。そしてチャレンジ6、同じようにワクワクするまちづくりが重要であると考え、次のようなことに取り組ませていただきたい。そしてチャレンジ7、デジタル化が未来の入り口ということで、 AI やビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション DX で近未来型のサービスの便利さ、あるいは世代を超えて、実感できるデジタル再活用都市の構築に取り組んでいきたい。育みたいものがあるではチャレンジ8として防災環境都市を磨き上げるということです。またチャレンジ9は森の都の歴史と文化を育んでいく、そして最後のチャレンジ10ですけれども、市役所の意識改革でございます。詳しくは後をお読みいただきたいと思います。そのチャレンジ10にかかってくる細かい政策につきましては最後のページに付けさせていただきました。個別具体的な取り組みを掲げたところでございます。
今コロナ感染症がですね、収束の兆しどころか第5波ということが言われる中で、選挙を迎えることになります。選挙の期間中も感染を拡大させないための取り組みを徹底させていただきたいと思っておりますし、そして選挙が終わった後、また皆様方にお選びをいただいた後は、ぜひ今日改めて発表させていただきましたが、この公約に基づいて皆様方と共に未来に向けて笑顔を咲く森の都にしてまいりたいと思います。私からは以上でございます。